同じ材料でいかに見た目を変えてエンゲージメントに目を向けて。完璧ですよこれ。ユナイテッド航空様と一緒に連携をさせていただきながらプロジェクトを進めていくような形になりました。いろいろな多様性のある方々に対して同じスタート位置に立てるように企業努力を例えば、プラスチックバッグの撤廃を、推進するとかですね。ファラオ多分なかなか知ってる人もいないかもしれないんですけども、皆さんとご一緒させていただきたいと思います。到着時刻とかが変わってきたりするのか、それを多分シートを、マーケットに提供する撤廃の具体例なんかを聞かせていただけたら。みんな収穫用具行ったのに5人ぐらいの班に分かれてそれぞれタクシー用意してくれて、自分らでこことここは2時間かかるからこう回った方がいいなとか。じゃあ文化に触れやすくなる。ご飯が美味しければどういう歴史があるとかにも興味持ってもらえると思うから一緒に考えたらいいと思う。日本だけではできないような体験だったり、若者をターゲットにした理由、アレルギーがある人でも食べれるような食事を用意する。コストのことも少し考えて、提案するときはそれもちゃんと言えるようにしたらいいと思います。はい。今回はインスタグラムの改善点を提案していこうと思います。飛行機自体の写真だったり就航地の画像しか使っていなく、若い世代の人からするとあまり興味を惹かれない。ご指摘いただいて、もう少し Z 世代は Z 世代、ファミリーはファミリーでまとめていただいた方がよりメッセージが伝わるのかなっていうふうに。そこで私たちが考えたのはこちら、ユナイテッドさんが運行する、デマンド交通といった新しい交通機関を知らせることで様々なメリットが得られるのではないかと思い、ファラオの問題点に着眼したところから入っていく切り口っていうところは素晴らしいなっていうふうに思いました。もしかしたらこれ陸じゃなくて海でも面白かったのかなっていうふうに思いました。めっちゃ緊張しました。時間がかかってしまってたのでスライド数を減らしながらも、深いところを話せるようにできたらいいなって思います。つながりが弱いって言われたんで、もう少しチームワークを高めて言いたいことをちゃんと言いたいと思います。年間のサブスクリプションしてしまうとバイトプランの場合利用含めで3万円の、お得が出てきますよ。クラス合同ビジットキャンプも実現可能になるかなと考えました。プレミアムでは、スタンダードバスを高級にしたラグジュアリーバスというのを使用して、サービスを行っています。特にゲーム機能の活用の点を音源を使っているものが一番多く皆様に見ていただけているなという。生理用品、ナプキンの必要性が世の中的にも高まっているということですので導入の必要性は十分に。で私たちは代替案としてシリコンチューブに蓄光塗料を塗るという案に変更させていただきました。ユナイテッド航空さんの強みは世界初という部分がやはり、そこで観光業以外の産業を確立するということで作る工場を燃料を確保しようじゃないかと。大きく根本転換をされたのがいい方に出てくると思います。2人で1つの木を育てて来るたびにその前で写真を撮って保管していくという形になっています。一番大きなのはコストがかかってない、すぐにこれって本当売れるんじゃないかなっていうぐらい素晴らしいなと思います。チームで一つのことをその試行錯誤してじゃあもっとこうしたらいいやみたいな提案力が身についたんじゃないかなって思ってます。自分が思ってることを言葉にする力っていうのはすごく身についたし重要なところだったかなっていうふうには感じてます。